こんにちは、デザインスポットのたまけんです。今回はフォトショップを使ってグラスに水滴を合成する方法を紹介します。アイスコーヒーやビールなど冷たい飲み物の写真に水滴を足すとより冷たい印象を与えることができます。今回紹介する方法を使えば撮影した写真や素材写真に後から水滴を足すことができます。それでは早速解説していきます。このアイスコーヒーの画像を使って実演していきます。まずは画像の中のグラスを切り抜きします。画像レイヤーを一つ複製して名前を切り抜きに変更しておきます。オブジェクト選択ツールに切り替え、水滴がつきそうなグラスの上の部分をドラッグで選択します。選択範囲ができたら、レイヤーパネルからマスクを作成して切り抜きを行います。切り抜きができたら、一番上のレイヤーに水滴の画像を配置します。同じ画像をダウンロードしたい方は概要欄に貼ってあるリンクからダウンロードできます。水滴の画像はピクサベイやアンスプラッシュといったフリー画像のサイトで検索するとたくさん出てきます。加工したい写真の色味によって向き不向きがあるので、何枚か試して自然に合成できる画像を探しましょう。グラスに合わせてサイズや位置を調整します。調整できたら上のメニューからイメージ、色調補正、色相、サイドを選択します。サイドをマイナス 100% にして画像をモノクロにします。水滴レイヤーを選択した状態で右クリックからクリッピングマスクを作成を選択します。これでグラスの部分だけに水滴画像が表示されました。そのままレイヤーパネルから描画モードをソフトライトに変更します。これで水滴をきれいになじませることができました。水滴をもっと目立たせたいときは、水滴レイヤーを下に一つ複製しましょう。強すぎる場合は複製したレイヤーの不透明度を下げて調整します。今回は一つだけを表示しておきます。最後に水滴画像の境界線を調整します。水滴画像にマスクを作成し、黒の柔らかいブラシで描画して画像の境界線を消していきます。これで完成です。いかがでしたか？今回はフォトショップを使ってグラスに水滴を合成する方法を紹介しました。この動画が良ければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。